エリック・マイケル・サー・カンプはアメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2007年7月に開催されたリオデジャネイロパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2008年の MLB ドラフト6巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され6月25日に契約。 ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで2試合に登板し、7月に A-9 セーラムカイザーボルケーノーズへ昇格。5試合に登板し、0勝2敗、防御率6.43だった。2009年は A 級オーガスタグリーンジャケッツで23試合に登板し、11勝5敗、防御率3.30だった。2010年は A 級サンロゼジャイアンツで17試合に登板し、 4勝2敗、防御率3.11だった。2011年は a 級リッチモンドフライングスクールレルズで23試合に登板し、10勝4敗、防御率2.02だった。8月27日にジャイアンツとメジャー契約を結び、同日のヒューストンアストロズ戦で先発起用されメジャーデビュー。6回を投げ、6安打1失点に抑えたが、勝ち負けはつかず、 翌28日に AQ リッチモンドへ降格。9月6日に最小を隠した。この年は6試合に登板し、2勝2敗、防御率5.74だった。2012年3月30日に、左肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、トミー・ジョン手術を受けたため、6月29日に60日間の故障者リストへ移動。シーズンを全休した。 オフの11月1日に故障者リストから外れた。2013年3月30日に左ひいちの故障で再び15日間の故障者リスト入りした。5月27日に60日間の故障者リストへ移動。6月28日に故障者リストから外れ、トリプル A 級フレーズのグリーズリーズへ移動した。7月23日にメジャーへ昇格。 同日の新シ,シナ・ティレッズ戦に先発として登板したが、2.2回を投げ球アンダ7失点と結果を残せず、翌24日にトリプル A 級フレーズノへ降格した。この年は1試合の登板にとどまった。オフの12月19日にディーフとなった。2013年12月23日にウェーバーでシカゴホワイトソックスへ移籍した。 2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意。3月19日にトリプル A 級シャーロットナイツへ移動した。この年はすべてリリーフで35試合に登板し、0勝2敗、防御率4.81の成績を残した2015年5月23日にブレイクスミスとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。7月6日に、 メジャー契約を結んで25人、ロースター入りした。昇格当日のフィラデルフィアフィリーズ戦で3回表から、当番したが3回1、3を悲安打4、4失点に終わった。降板後チームが逆転したため勝敗はつかなかった。翌7日に、トリプル A 級オクラホマ式ドジャースに降格した後、8日に、ィーフとなった。10月6日に自由契約となる。 2015年12月13日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2016年4月8日に、メジャー契約を結んで25人枠入りした。6月27日に、ィーフとなった。2016年6月29日に、ウェーバーで、テキサスレンジャーズへ移籍し、参カの、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ、配属された。 2016年7月8日、故障により退団したイスミル・ロジャースの代役として、韓国プロ野球のハンファイイーグルスと契約したが、同年限りで退団した。ありがとうございます。